ショーティー車両の代表例、B トレインショーティー。左は、フルスケール車両ショーティーは、鉄道模型で、長さだけを縮尺より短くした車両模型のこと。短縮型、短縮車両ともいい、また縮尺通りに作られた模型を、フルスケールというのに対して、ショートスケールとも言われる。短縮化により、小半径のカーブ通過が容易になり、小スペースでの運転が可能になる。また フルスケールの車両に比べて、列車の編成が短くできるイコールを同じ長さでより、多くの車両が連結できるという利点がある。短縮化によって、構造の簡略化、例えばボギー車の二軸車化などをすることにより、価格の低減を狙った製品も多い。ショーティーの製品は、鉄道模型、鉄道玩具の黎明期から、ティンプレートの製品に多く見受けられたが、後に実物に、 忠実なフルスケール製品が好まれる傾向が強くなり主流から外れた。ライオネルのーゲージやレーマンの G ゲージなどはかつてのティンプレート製品の雰囲気を今に伝える製品である。またメルクリンやフライシュマンのように走行性を重視するメーカーではリアリティと走る鉄道模型の両立を図ってショーティーを採用している。ただしメルクリンでは フルスケール志向の愛好者の声に応えて、製品によってはフルスケールモデルを発売している。1980年代までは、アサーンやロコなどから数多くのショーティーモデルが製品化されていたが、1990年代以後は減少傾向となり、フルスケールモデルが主流となってきている。日本においては、大ゲージや16番ゲージの本格的なフルスケールモデルが高価であった。 時代、年少者、初心者向けとして、勝つ等のメーカーから、ショーティー車両とコントローラー、線路が組み合わされた入門セットが出回っていた。1980年代以降、鉄道模型の主流が N ゲージに移行すると小半径を通過可能なフルスケールモデルが安価で購入できるようになり、ショーティーモデルが製品化され、市場に出回ることはほとんどなくなった。 16番ゲージの入門用セットも N ゲージの台頭と共に姿を消したので、ショーティーモデルの製品の供給は途絶えた。その後、2002年にバンダイが車体の長さを 60mm 程度に短縮したビートレインショーティーを発売、以降 N ゲージでもショーティーモデルが一つのジャンルとして定着した。さらに、2015年にはトミーテックが箱鉄を発売。 これは車両を立方体サイズにまで短縮したものである。無地のプラスチック製車体に付属のシールを貼り付けて、車両を作る簡単なキット形式で、足回りを別売の動力ユニットに変えることで自走もさせられる。第1弾では e 5系、e 6系、w 7系、6 8 3系、e 2 3 1系、EF81、国鉄2 4系客車が、 第2弾では、西部3万系、京阪新3000系、京急2100系、西鉄3000型が発売された。ちなみに、和古鉄では流線型の新幹線も立方体の形をしている。2018年には、Z ゲージのショーティー製品として、6班から Z ショーティーが発売された。また、プラレールは一般的に鉄道玩具に分類されるが、その車両は、 ショーティーモデルの一種と見ることもできる。ありがとうございます。